お世話になります。一人でございます。最近、眠れていますか？眠れてないのは、おそらく、新と遺跡遺産レベル1伝説ポケモンがポケモンホームに送れるか気になっているからではないでしょうか。確かに、ハートゴールド、ソウルシルバーの新と遺跡イベントで手に入るディアルガ、パルキア、ギラティナはレベル1で入手できますから、ちゃんとした個体として認定されているか気になりますよね。しかも、ポケモンホームの GTS 機能では、よく伝説ポケモンが交換条件として、レベル1から10とかで設定されていて、交換されず残されているケースがありますから、もしポケモンホームに送れたら GTS で無双できそうですよね。ということで今回は新と遺跡イベントで入手したレベル1ディアルガ、パルキア、ギラティナはポケモンホームに送れるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいんですが、今回使う個体はこのギラティナレベル1、ディアルガレベル1、パルキアレベル1でございます。中身ちょっと見ていきましょう。こちらギラティナレベル1は新と遺跡でレベル1の時に出会ったようだとちゃんとなってますね。でこれとあとパルキアですね、こちらも新と遺跡で出会ったとなってますね。でレベル1です、当然。でさらにディアルガもレベル1で新と遺跡で出会ったということで、これらの個体をね今回使っていきたいと思います。でこれらの入手方法について他の動画で解説しているので、気になる方はそちらも合わせてご覧いただければと思います。ではこれらの個体をハートゴールドからブラック、ブラックからポケモンバンク、ポケモンバンクからポケモンホームに送っていきたいと思います。はい、じゃあそれではシフトファクトリーやっていきましょう。ここだけは完璧にマスターしたと言っても過言ではないですからね。はい、じゃあやっていきましょう。 DS ダウンロードプレイですね。地味にハートゴールドでやるの初めてですね。ここではいを押していきますと。いったかな。お、来ましたね。これいけるかな。はい、じゃあ見ていきましょう。うわ、黒いのいっぱいいるけど、あ、ちゃんとパルキアいますね。いって、こいつレベル1のやつちゃんと来れた。え、でもあれ他のやついなくね？いるか。で、ディアルガいましたね。で、あと、あ、ギラティナもいた。オッケーオッケー。やっぱいけんのはすごいっすね。あとはとりあえず適当に持ってっちゃいましょう。ケンタロスとか。こいつかな？緑いな。これでオッケーですね。持っている動画はバックに戻りますので、白金玉とか混合玉とか、そういうのは持っていけないっていう感じですかね。そこ残念ですね。まあ、しゃあない、それは。オッケーオッケー。普通にいったね。これ捕まえましょう。超豪華ですね、今回も。オッケー、捕まえていく。おっし、ナイス。おっしゃ。おっし、オッケー。眠らせて完了と。よし、ここは行ったかな。オッケーオッケー。普通に行きましたね。これはマジで嬉しい、普通に。いやー、もうここはやっぱり何でも連れてこれたんですね。やばいわ。うわ、超余裕っすね。はい、じゃあ、ここでちゃんと来ましたと。いいよ。じゃあ、これでボックス確認していきましょう。うわー、ちゃんと行った。やっべえ、マジか。普通に来れんだ。レベル1は余裕で切っちゃいましたね。まあ、それは当然だよな。アルセウスとかでさえ来るんだから、このバグの。これは普通に嬉しい。やっぱり持ち物はちゃんとなくなっちゃうということで、それは残念ですけど。あ、で、これ中身どうなってんすかね。あ、やっぱり上都地方からやってきたようだってなってますので、新都遺跡の印みたいのがなくなっちゃうってことですね。それはちょっと残念ですね。ただレベル1ってのがもう新都遺跡以外では多分ありえないと思うので、それは証拠になるんですけどね。ディアルガも同じような感じですね。ちゃんとまあいて、それでギラティナもちゃんといるという感じでございますと。とりあえずね、ここは超安定の通過ということでよかったっす。はい、ここが一番のね難関ですよ。行きましょう。はい、このゲームソフトを使うと。あー、やばい。中に転送できないポケモンが含まれています。まあこれアルセウスだと思いますよ。多分中身の問題のあるポケモンがいますということで。うわー、マジか。転送できないポケモン外しました。頼む、来てくれ。本当に頼む。お、来てる来てる来てる。マジか、いけんだ。マジか。これは普通にやばくない？マジか。これまさかいけるとはちょっと思ってなかったですね、正直。あ、ちゃんとできた。やっべ。マジか。はい、じゃあ、ほがらかな気持ちでポケモンバンク行きましょう。はい、じゃあ、ポケモンバンクを使うと。で、このゲームソフトを使う。はい、じゃあ、ここの左側にいますので、見てみましょう。はい、ちゃんといる。やばい、これはいいんだ。ちゃんとさすがに新と遺跡イベントの分もちゃんとカバーしてるんですね。そこまで細かくカバーしてんのマジですごいっすね、本当に。はい、全部選択してと。それで右側行って、ちゃんと下ろして、レポートを書いて終わりですね。オッケー、マジか。すげえな、ゲームフリーク。あ、ちゃんと正常に完了した。やば。やばしか言ってないわ。それがやばいわ。はい、じゃあポケモンホームに送っていきましょう。はい、じゃあここでポケモンホームへの引っ越しと。で、始めると。はい、じゃあここはちゃんとレベル1のやつらいますね。確定しちゃいましょう。で、これでパスワードを入力していきます。オッケー、いったかな？オッケーオッケー。おっしゃ、じゃあポケモンホームで見ていきましょう。はい、11匹いますということで、はい、これでボックスそのままで詰めていきましょう。はい、迎え入れ始めます。はい、じゃあこれで運命の瞬間です。剣盾と連動させていきましょうか。はい、ここで、右側見ていきますよ。はい、来て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 。あー、来た。いましたね。やば、マジでいた。レベル1普通に来れたし。マジかよ。やばすぎでしょ、これ。普通になんでこれできんの？ずるいでしょ。ゲームフリークやば。これ様子見ていきましょうか。一応一体一体。はい、ちゃんとレベル1ですよ。この通り。うわ、このデザインちょっと不思議だな、やっぱり。このパルキアの。てか、アルゼウスと顔似てるよな、こいつって。で、竜の息吹怖い顔だけで、上都地方で出会ったようだっていう感じなんで、やはりね、神都遺跡っていう情報は消えちゃいますけど、まあ、それはしょうがないですね。それでさらに、はい、ディアルガでございますと。上都地方で出会ったようだということでね。相変わらずやばいっすね、本当に。こいつもレベル1なんで、本当にすごい。これさらに、ギラティラは、やっぱ、マジレベル1で、竜の息吹怖い顔でございますと。でもこいつら来れるということで、本当に異常だろっていう感じですね。で、しかも、今回はちゃんと神都遺跡イベントを起こして入手した正規個体ですので、謎の場所さんのポケモンを利用した時には逃がしたりしたんですけど、こいつらはね、ちゃんとキープしておきたいと思います。それでもちゃんと不正個体とはされないと思いますので、そこも正直言ってめちゃめちゃやばい点なんじゃないかなと思います。はい、ということで検証結果、神都遺跡イベントで入手したレベル1ディアルガ、パルキア、ギラティナはポケモンホームに遅れるでした。一応レベル1は正規に存在しうるとはいえ遅れないかもと心配していたのですが、まさかちゃんとこんな限定的な神都遺跡イベントのこともケアされていて、レベル1のままで遅れるのはゲームフリークさんに脱糞です。あ、いや脱帽です。この個体は意外とレアなのに他の動画で説明しましたが量産できるので、ポケモンホームの GTS ではガチで無双しまくれて珍しいポケモン収集がしやすいと思います。ただみんながやったら価値が下がるので、皆さんは神都遺跡さんで GTS はしんといてー。